フォー。すごいいい匂い。優しいお出汁がすごい麺ももちもちで、これ止まらんぞ。どうも、辰巳ゆうとです。さあ本日はですね、今川に来ております。まあ、この住宅街の中に、まあ、喫茶店があるということで、やってきたんですけれども、お、これですかね。これですね、書いてますね。喫茶ソワカ、ソワカさんね。どっか懐かしい佇まいで、焼肉やってんのっていうぐらいのでっかいこの排気口っていうんですか、すごい。ちょっと行ってみましょうか。なんかすごく個性的でいいですね。失礼します。こんにちは。あ、こんにちは。すごいおしゃれ。すごい。ってかめちゃめちゃ広いですね。こっちもあるんですか。はい、え、うわ広。あ、すごい。こんにちは。すごいおしゃれ。これあれかな、さっき見てたやつかな。これは何なんですか。これ多分昔ちょっとカバンの工場やったみたいな、はいはいはい、その時に使われてたダクトかなとは思うんですけど。なるほど、カバンの工場だったんですか、ここは。らしいです。2020年オープンの喫茶ソワカ。カバン工場をリノベーションした店舗を地元東住吉出身の横森さん夫婦が営んでいます。こういったところって多分、ま、あの工場の昔のままですね。昔のままでなんか残しながら、それがすごい共存してるっていうのがすごい面白くて、うん、こういうのってちなみに全部何するためのものかって分かる。全然分かってないです、ね、分からないですか、はい、じゃあマスターもこれ、じゃあこれ引いたらどうなるか。分からないです、ね、あ、そうなんですか、はい、ちなみにやったことあります。一回ね、はい、火花散りましたね。やばやばやめましょうやめましょう、はい、なんかおすすめの飲み物ってありますか。スパイスチャイとか、はい、クリームソーダとかよく出ますね。あ、なるほど。スパイスチャイも気になるけど、じゃあせっかくなんでクリームソーダいただいてもいいですか。はい、お願いします。オープンされてから結構長いんですか。いや、まだ3年経ってないぐらいですね。そうなんですね、はい、でも3年の何かきっかけはあったんですか、このお店をオープンする。前お店やってはった時に、はい、客として来させてもらってて、はい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 、でお辞めになる時にちょっと声かけていただいたんで、はいはいはい、それがきっかけでちょっと引き継がせてもらうことになって。なるほど、はい、じゃあここでもともとお店があったけど、その方が辞められる時によかったやりませんかって。あ、そうです。でもよかったやりませんかで、そんな簡単にやれるものなんですか。その前までは何かされてたんですか。その前も飲食店ちょっと何店舗か経営してたんで。マスターは25歳でバーを開業。その後は知り合いから声がかかり、さまざまな飲食店を経営、喫茶店もオープンする流れに。ソワカっていうお名前じゃないですか、はい、これソワカってなんか意味というか、その由来はあるんですか。サンスクリット語っていうので、はい、幸あれとか、はい、祝福あれとかいう意味があるんですけど。なるほど。あ、じゃあすごくいい言葉なんですね、はい、なんでソワカにしようと思ったんですか。なんとなくですなんとなくで、ね、なんとなく言葉が綺麗なと思って、はい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 、あ、ありがとうございます、うん、わー美味しそう。もうまさしくクリームソーダ。もうこんな綺麗な見た目で、じゃあ最初僕はちょっとメロンソーダっていただきます。うん、わあ美味しい。こういうクリームソーダ、なんか子供心をやっぱこう思い出すというか。奥様はもうこういう飲食店をされるのは、もうあのここをオープンするときは大賛成だったんですか。そうですね、流れのままの流れのままに。あ、なるほど。急にやれへんかって言われてね、いや、じゃあやりますっていう、その簡単なにもいかないじゃないですか。流れに身を任せて。すごいよね。お二人のちなみに出会いは。中学校の同級生なんです。
お、じゃあもう中学の時からお付き合いされて、すごい。なんとすごい、なんかそうやってみゆきから言われるとなんか確かに同級生っぽい感じがあるんですか。同級生っぽい感じってあれですけど、ちなみにお子さんは何人いますか。3人。あ、3人いてますね。はい、女の子男の子。一番上が女の子でも20歳になるんです。あ、はい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 、はい、女の子男の子女の子です。あ、なるほどなるほど、はい、いいですね。お二人はずっともうこの地元にいらっしゃるんですか。そうですね、はい。そっか。僕でもここ今川じゃないですか。僕高校がもうすぐそこの東住吉高校だったんで、よくこの辺来てたんですけど、あのうちの娘も東住吉高校なんですよ。はい、本当ですか。はい、あ、どうもこんにちは。すごい今あのたまたま高校そこだったんですの話から今東住吉高校だったんですか。はい、あら、今二十歳。先月二十歳。先月二十歳に。あと東住の体育祭が、ね、すごい有名で、あの大阪府の中でも本当に規模が大きい、高校なんですけど、でこう応援団が特に、東住は有名なんですけど、応援団は。あ、してました。あ、してました。はい、あら、すごい。僕3年の時太鼓やってたんですよ。応援団と。はい。じゃあ赤団で総副大将。めっちゃすごいやん。ちくしょう、太鼓でだいぶマウント取れると思ったら逆にめちゃめちゃすごいんだけど、総副大将ってあのもう団をまとめる女性の方がトップですよね。そうです。そうですよね。うわー、すごい。でも懐かしいな。卒業してから僕一回も高校行ってないから、いろいろ変わってることもねあると思いますけど、そっか、体育祭やって。あ、おかえり。こんにちは。学校から帰ってきた。はい。そう。え、一番下の。あ、そうです。娘さん。すごい。じゃあ今日は宿題もある。はい。あ、じゃあ今から宿題やらなあかんの。そっか。すごい、めちゃめちゃ素直でいい子じゃないですか。ね。何か今ちょっとご飯食べたいなと思ってんけど、なんかおすすめのやつある。フォーあるんですか。フォーあるの。フォー美味しい。そう、フォーが一番ここのママが作る料理美味しい。あ、じゃあフォーもらおうかな。そんだけ美味しいってことは、ちょっとじゃあフォーいただいてもいいですか。じゃあそっか、宿題しなあかんもんな。じゃあ宿題頑張ってきて。ごめんね、呼び止めて。解散。ゆっくり。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。数々の飲食店での経験やノウハウをもとに独学で作り上げた看板メニュー。こだわり抜いた米粉の麺を使ったフォーはマスターの自信作。お待たせしました。すごい、めっちゃ本格的じゃないですか。すごいいい匂い。あ、美味しそう。じゃあいただきます。うん、めちゃめちゃ美味しいです。すんごい麺ももちもちで、優しいお出汁がまたこの麺にすっごい合ってて、ちょっとこれ止まらんぞ。でもこれからはさすがにどんなお話が来ても、まあ、ここの喫茶店一本で行かれるんですか。今でもちょっとまた田舎の民宿とかちょっと話ちょっともらってるんで、はい、迷ってるんですけど。マジですか。3年前にオープンして次は、はい、だからもう飲食店関係なく。奥さんの的には民宿はどうなんですか。反対なんですか、賛成ですか。いや、もう流れのままに。すごい、流れのまま夫婦や。すごいですね。ここからは喫茶店の落ち着いた雰囲気の中でご自身の話を聞いていきます。演歌を始めたきっかけって何やったんですか。はい、まあ、僕はちっちゃい時からじいちゃんばあちゃんが本当にカラオケ喫茶行って演歌歌謡曲歌うのが大好き で僕も本当おしめ変えられてる頃からカラオケ喫茶にじいちゃんに連れて行かれてて、なのでもう
本当物心ついた時には勝手に自分でマイクを持って歌ってましたね。じゃあ演歌歌手になれてなかったらどんなこと？演歌歌手になれてなかったら多分お笑い芸人を目指してたと思います。なんでですか？いや、お笑いがすごい大好きでリスペクトの気持ちがすごくあるので、なんかこうマイク一つしかなくてお客様をこう爆笑の渦にさせるっていうのはすごいなと思うので。やっぱギャグとかあるんですか？いや、ないですけど、ギャグ確かにそうやって言われてみるとまだ全然ギャグとか考えたことなかったですけど。ギャグ楽しみにしてます。我々はちょっと考えておきます、はい